どうも、もったいない工具買取専門家の吉原です。当チャンネルでは工具の説明もしくはその使い方について、ご説明をしている、動画となっておりますので、ご興味があれば当チャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回からはコンクリートカンナという電動工具についてご説明もしくは買取の説明をさせていただきます。まずコンクリートカンナとは何に使うのかといいますと、コンクリートのざらつき面、これをきれいにカンナをして、そして表面をきれいにするための電動工具、このようになっております。基本的にディスクグラインダーの刃の部分を交換してコンクリートの部分をきれいにする電動工具の用途となっておりますので、こういったコンクリートカンナの方も当社では買取が可能となっております。非常に、コンクリートカンナの際に利用するときにはかなり粉末などでディスクグラインダー自体が傷む場合がございますが、少しの、汚れそして故障品であっても当社では買取可能となっておりますので、ぜひご興味があれば当社の方へお持ち込みしていただければと思います。